マイナンバーカードは皆さんからの申請によって交付される顔写真付きのカードで、住所、氏名、性別、生年月日などが記載され、公的な本人確認書類として利用できます。裏面には12桁のマイナンバー、個人番号が記載されています。マイナンバーカードが1枚あれば、さまざまな手続きの際、とても便利です。住民票や印鑑登録証明書などがコンビニエンスストアで取得できるだけでなく、確定申告やふるさと納税など、行政手続きのオンライン申請や民間のオンライン取引、また健康保険証として利用することもできます。マイナンバーカードはセキュリティも万全です。万が一紛失しても24時間365日対応のコールセンターに電話すれば、カードの一時停止措置が取られ、第三者によるなりすまし利用を防止します。カードについている IC チップには税金や年金の関係情報など、プライバシー性の高い情報は記録されていません。また、不正に情報を取得しようとすると、自動的に記録情報を消去する機能も搭載されています。今ならこんなお得な情報も。マイナンバーカードの申請をして、マイナポイントを申し込むと、登録したキャッシュレス決済で使える最大5000円相当のポイントがもらえます。そしてマイナンバーカードを健康保険証として利用申し込みを行った方には7500円相当のポイントが、さらに給付金や年金など公金の受取口座登録で7500円、合わせて最大2万円相当のポイントがもらえます。でも申請が面倒くさそう。そんな方はカード用の顔写真無料撮影から申請までのサポートを行う申請のお手伝いをご利用ください。サポート窓口は市役所1階市民課です。はい、取ります。終わりました。予約は不要で、運転免許証などの本人確認書類を持参してください。ご自身でマイナンバーカードを申請される場合、ご覧の4つの方法があります。いずれの申請でも簡易書留で届いている個人番号通知書、または個人番号カード交付申請書が必要です。スマートフォンやパソコンでの申請は、申請用ウェブサイトにアクセスして、メールアドレスと顔写真を登録、その他申請に必要な情報を入力して完了です。郵送による申請は、お手元にある個人番号カード交付申請書に氏名、電話番号を記入し、顔写真を貼り付け、送付用封筒に入れてポストに投函します。また街中にある証明写真機でも、対応機種であれば申請ができます。タッチパネルでマイナンバーカード申請を選択し、画面の案内に従って操作します。いずれの申請方法でも、適切に撮影された顔写真が必要です。ご覧のような条件に当てはまらない不適切な写真では申請ができませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードの交付申請を行うと、およそ1ヶ月で交付通知書が自宅に届きます。必要な書類を持って本人が取りに来てください。